皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はプロテイン摂取のゴールデンタイムについてお話をしていきます。プロテインのね、ゴールデンタイム聞いたことのある方もいらっしゃるかなと思います。まあよく言われてるのは、トレーニング後30分から45分以内ぐらいの間にプロテインを飲んで、しっかりタンパク質を摂取しておくと筋肉の剛性がまあ最大限に高まると。逆にトレーニング後30分から45分の短い間にタンパク質が取れないと、トレーニングの効果がね、無駄になってしまうんで、プロテインを飲んでしっかりね、トレーニング後速やかにエネルギー補給しないといけないですよというのが、まあ一昔前からね、ずっと言われてきたことで、まあ最近ですと逆にトレーニングの1時間前にプロテイン飲んでた方がいいですよとかね、そういう意見も出てきたりするんですけども、まあこれらのゴールデンタイムっていうね、理論が、まあ、正しいのか正しくないのかっていうところから、どういうタイミングでプロテインを飲んだらいいのかっていうところまで、まあ、私の見解をお話しさせていただければなと思います。じゃあまず最初に、このプロテインのゴールデンタイムっていう理論がですね、まあ、正しいのか間違いなのかっていうところなんですけども、これについてはまあ半分正しくて半分間違ってるかなっていう程度のものです。全くもって間違いっていうわけでもないんですけども、かといってじゃあ30分から45分以内に必ずもうプロテイン飲まないとトレーニングの効果が台無しになってしまうのかっていうと、全然そんなこともないです。なので私がね、そう考える理由について、まあこれからちょっとお話をさせていただければと思います。前提としてですね、人間の体というのは24時間筋肉の合成が起きています。ずっとですね、人間の体っていうのは常にタンパク質を合成して、まあ、体の組織に変える作用、まあ、専門用語で同化と言いますけども、この同化作用と逆に人間の体を壊して、そこからこうアミノ酸とかを取り出してですね、エネルギーに変える異化と言いますけども、この同化作用と異化作用っていうのが24時間常に起こっています。通常の場合はこの同化作用と異化作用が同じレベルで起きてるんで、筋肉は増えも減りもしないっていう状態で釣り合ってるんですね。まあ、なのでトレーニング後だけ筋肉が合成されるのかっていうと、そんなことはなくて、実は24時間人間の体っていうのは筋肉の合成反応が起きているんだ。ただ一方でその筋肉を分解する反応も同じぐらい起きてるんで、変わってないというだけの話なんですね。まあ、なのでそこは勘違いしないようにしっかり知っておいていただきたいというところですね。このね、24時間筋肉が合成されているっていうことを考えるとですよ、大事なのは1日通して必要な分のタンパク質がちゃんと取れるかどうかなんですね。24時間常に合成反応が起こっているのであれば、その合成の材料になるタンパク質は24時間通してしっかり補給した方がいいに決まってるんですよね。なのでトレーニング後の限られた時間だけタンパク質を取ればいいか、プロテイン飲んどけばいいかっていうと、全然そんなことはなくて、このトレーニング後もまあもちろん重要ではあるんですけども、それ以上に1日通して必要な分のタンパク質、体重1キロにつき 2g ぐらいですね、まあ、これぐらいが目安になるんですけども、この必要な量のタンパク質がちゃんと1日通して取れてるかどうかっていうことの方が、効率の良い筋肥大についてははるかに大事であるということなんですね。ただトレーニング後のタイミングに筋合成の効率が高まるっていうのは事実でもあります。トレーニングそのものが筋肥大のスイッチを押してくれると、ちょっとこのままの筋肉量だとこの筋トレの刺激に体が耐えられないんで、筋肉をつけて頑丈になりましょうということで、トレーニング自体が筋合成を、ね、促進するスイッチにもなっているので、トレーニング後にタンパク質がしっかりあった方が効率よく筋肥大できるっていうのは、まあ確かではあります。じゃあやっぱりトレーニング後30分から45分以内にしっかりプロテイン飲んだ方がいいんじゃないのかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今までね、こういろんな研究がされてきました。このゴールデンタイム、英語だとアナボリックウィンドウなんていう言い方をしますけども、で実際にこのゴールデンタイムですね、トレーニング後30分から45分ぐらいの間にプロテインを飲むと筋合成が高まったっていう研究もいっぱいあるんですけども、実はこの研究には落とし穴があって、
て、こういうトレーニング後のプロテイン摂取によるね筋合成の反応を調べる研究っていうのは、その大部分が完全に絶食した状態でトレーニングをしてプロテインを飲むっていう条件でやってるんですよ。なので分かりやすく言うと、朝起きて食事を全く取らないままトレーニングをした状態なんですよね。それは朝から何にも食べてなくて、それはトレーニング後に初めてねプロテインで栄養補給しましたってなったら、そこでね合成の反応が高まるっていうのは当たり前の話で、普通のねトレーニングしている方たちのこう生活リズムって考えると、全くね食事をしないままトレーニングされる方ってまああんまりいらっしゃらないですよね。中にはまあ私もそうなんですけども、朝起きて朝食の前にトレーニング済ませちゃうっていう方もいらっしゃったりするので、そういう方にはね当てはまる部分も大きいのかなと思うんですけども、例えばお昼の間にトレーニングをする方とか、朝から夜までお仕事をされてお仕事の後にトレーニングをされる方なんかには、実はこのゴールデンタイムの理論ってあんまり当てはまらないんですね。こういう落とし穴が実はねこの研究の結果にあるんですけども、そこをね隠してサプリメントを売りたいがためにトレーニング30分後から40分45分後にかけて、このねすぐのタイミングでプロテインを飲むと筋合成が高まりますよと、このタイミングで栄養補給できないとトレーニングが無駄になりますよと、だから速やかにねプロテイン飲んで栄養補給しましょうというふうにね、サプリメントを売りたいがために実はこうなんだよっていうところを隠してですね、サプリメントの宣伝につなげようとする人たちがいたりするんですね。まあ、プロテインメーカーのスタッフがですねこれを言うのはどうかなっていうところもあるんですけども、お客様にはねなるべくこう正しい知識を持っていただいた上でプロテインとかねサプリメントのこう購入を検討していただきたいので、あえてねこういう話をさせていただいておりますけども、まあ、なので実はトレーニング後に筋合成の反応が高まるっていうのは事実なんですけども、そのトレーニング後30分から45分っていうこのとても短い時間の間にこだわる必要は実は全くないということですね。なのでもう躍起になってね、もうトレーニング終わったらすぐにプロテイン飲まないと無駄になっちゃうんだっていうふうに焦る必要は全くないです。安心してください。じゃあ実際にはどういうタイミングでタンパク質を取ったらいいのか、プロテインを取ったらいいのかっていう話なんですけども、今こういろいろな研究から明らかになっている範囲ですと、トレーニング前の食事からトレーニング後の食事まで、まあ大体ですね3時間から4時間の間であれば特に問題はないと言われてます。まあこれトレーニング前の食事からトレーニング後の時間なので、例えばまあ昼食食べてトレーニングしてで夕食食べる、この間がまあ4時間以内に収まるようにしてください。そうすればまあ大体ですねトレーニングの効果っていうのはこう十分ですねこう得られるので大丈夫ですよっていうことですね。このデータをもとに、じゃあ実際の生活でどういうプロテインの取り方、食事の仕方をするのがまあいいのかなっていうのを3つですね例を挙げてこう説明しようと思うんですけども、まず1つ目なんですけども、まあ、一番よくいらっしゃるであろう夜にトレーニングをする方、仕事が終わって夜にトレーニングしますよっていう方の場合ですと、まあ、例えば仕事が終わるのが18時と仮定しますと、仕事が終わってすぐにプロテインを飲みます。18時にプロテインを飲みます。そこからジムに移動してトレーニングの時間が、まあ、19時から21時の2時間トレーニングしますよと、でそこからご自宅に帰っていただいて夕食をとるのが22時夜の10時というサイクルでやっていただくと、ちょうどですねトレーニング前のプロテインを飲んでから4時間後のタイミングで夕食をとることになるので、これで十分ですねトレーニングの効果を得ることができますので、トレーニング終わった後にも急いでプロテインを飲むっていう必要は、まあ、特にはないんじゃないかなっていうふうに私は考えてます。そして2つ目なんですけども、じゃあ今度は主婦の方とか、あとは仕事してらっしゃる方でも土日お休みの日なんかで昼過ぎにトレーニングをしたいよっていう場合はどういう食事のスケジュールになるかということで話していくんですけども、12時にですね昼食をとります。で、まあ昼食なんでプロテインよりも結構がっつり食べると思いますので、長めに休憩をとっていただいて、14時、お昼の2時から1時間トレーニングしてですね、15時、お昼の3時にトレーニングを終えて、そこからお家に帰っていただいて16時ぐらいにプロテインを飲んでいただく、間食で飲んでいただく、であとはまあ6時とか7時とかに夕食を食べていただく
ていう感じですね。こうするとお昼の12時の食事をとってからトレーニング後のプロテインまで4時間間が空くことになるので、これぐらいのスケジュールなら問題ないでしょうという感じですね。そして最後なんですけども、朝早くもう早朝にトレーニング済ましてしまいたいよと、まあ早朝トレーニングするんでトレーニング前になかなか食事が取れないという方の場合はどういう食事がいいのかなっていうふうに、まあ、考えたんですが、まあ大体ですね、早朝にトレーニングっていうことなんで、まあ、朝5時に起きてですね、起きてすぐプロテインを飲みます。でそこからジムに行っていただいて6時から7時の間にトレーニングをして、でまあジムから帰ってきて7時半とか8時ぐらいに朝食をとっていただくというような形にしていただけると、最初のプロテインが朝の5時で朝食が8時なので、まあ3時間しか空いてないんでね、十分トレーニングの効果は得られますよということですね。まあ、なのでこのトレーニング前の食事からトレーニング後の食事まで、まあ4時間以内というふうに考えていただいて、あまりですねトレーニング後30分から45分後っていうね、このとっても短い時間に縛られずにですね、ご自身の生活スタイルとトレーニングの時間を見ていただいて、まあ無理なくですね食事をとっていただけるような、そんなスケジュールを考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。このねプロテインの摂取のタイミングとか食事のタイミング参考にしていただければと思います。ということで今回はプロテインのゴールデンタイムについてお話をさせていただきました。最後にまとめますとですね、トレーニング後に筋合成が高まるっていうのは本当ではあるんですけども、人間の体は24時間ですね筋肉を合成する反応っていうのが起きてますので、1日トータルで必要な分のタンパク質、体重1キロにつき 2g のタンパク質が取れてるかどうかっていうことの方がはるかにですね筋肥大の効率には重要ですよと。ただトレーニング後に筋合成が高まるんで、そのタイミングで栄養があった方がより効率が良くなるっていうのは事実なので、どれぐらいのタイミングで取ったらいいかなというと、トレーニング前の食事からトレーニング後の食事まで4時間以内に収まるようにスケジュールを組んでいただいてはどうでしょうかというお話でした。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンド公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、ぜひね概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いいたします。他にもですね新商品ですとかセールの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひねチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。